はい、どうも、ビエレスパサカやっていきたいと思います。はい、さ、第88回 SR チケットで戦力補充やっていこうかなと思っております。で、今回ね、限定キャラとして出るキャラは8体でございます。コマノイ、で、水着の日々野、で、MVP 桜庭、で、大神大空翼、で、若林シュナイダーサンターナ、この8体が出るようになっております。まあ、サブアカはね、桜庭、そしてコマナイ、この2体持っておりません。なので、このあたりが出てくれると嬉しいですね。ワンチャンこれね、桜庭出れば、自分、ガチャするかもしれません。ね。まあ、桜庭は、もうこのガチャはね、引くべきガチャだと思ってます。引くべきガチャだと思ってるんですけども、ここで出てくれるのであれば、もうスルーも考えさせていただきます。なので、ここで出てください。ね。一応パワースターはね、620個ある状態。あと、確か、ボックスに10個ぐらいあったのかな、それぐらいはある状態でございますのでね。引けないことはないけども、まあ、この後も多分いいガチャ、新高校とか来ると思っております。なのでそこに貯めておきたいので、できればここで引かせてください。ではやっていきましょう。さあ、まずは R10 連でーす。この辺りでね、SR ぴょこっと出てくれても嬉しいけど、まあ、来ないんだろうね。はい、PR1 枚出ております。まあ、コマノイちゃん。コマノイちゃんは PR しっかり出てくれると嬉しいですね。桜庭は多分 PR 結構持ってるんでね。そんなにいらないと思いますが、コマノイちゃんの PR、R。まあ、この辺は出てくれてると嬉しいです。はい。では、どんどん行きまーす。まあ、2枚は来ねえわな。はい。どうだ？お、桜庭。え、待って。今じゃねえよ。このペアって。今じゃねえ。今じゃない。SR チケットなんだけに桜庭来てくれないと困るよ。いやー、マジで今じゃなかった。今じゃない感半端ない。はい、では行きます。さあ、PR で、コマノイ。コマノイ行きましょう。いやーねー。いやーね。サブアカはちゃんと引かせてください。桜庭をちゃんと引かせていただきたい。はい、残念。まあ、ミセ君チャレンジできますね。ミセ君 PSR50 チャレンジできますね。はい、行きまーす。あれ、店って48だよね。はい。で、なんかキルキルならないね、今回、PR。はい。まあ、古いキャラばっかですね。はい、では本番はここから、SR。SR チケット 10% からやっていきます。7枚。1枚は出てくれると嬉しいな。1枚虹玉出て、そこで、コマノイか桜庭。コマノイか桜庭。もう桜庭希望です。桜庭希望。抜けろ抜けない。残念。じゃあ、コマノイの PR。じゃあ、コマノイの、おー、ナイス！コマノイの PR 来てくれました。これは結構ありがたいよ。PR ね、メインアカウント確定までで、ね、ゼロだったんですよ。ゼロだったので、まあ、ちょっと解放ができないと。SR 当たっても できなかったんでね。うん、これはありがたいです。はい。さあ、もう一枚ぐらいコマノイ出てくれてもいいよ。で、こっからは SR も出てね。SR20%2 枚。じゃあ1枚は出よう。1枚は出て、10%7 枚で1枚は出なかったから、ここで1枚。来ない。まあ、確率的にはね、出ない方が確率高いんですね。はい、出ませんでした。はい。ミネとミクモ。で、30%9 枚。で、これはもう3枚は出てこう。3枚。ちょっとね、確率下回ってきてるから、3枚、4枚当たってくれると嬉しいです。さあ、これ。さあ。そして暗転しろ。2枚。ちょっと少ねえぞ。さあ、5枚目、6枚目に桜庭が入ってると信じて。アリシア、ヤガミ、堀場50なんだ。はい。では 50%2 枚。これはもう両方とも SR 当ててください。両方とも当たっていこう。両方ともね。ちょっと今回ね、パーセントが悪いです。虹玉のパーセント悪いんで。あれ？マジ？ちょっと待って。抜けろよ。OK。2枚とも来い。2枚とも。いや、残念。1枚。じゃあ、2枚目で安定。工作くん。残念。はい、ではラスト5枚。SR5 枚引いていきます。ここまで。何の取り柄もありません。RPR は1枚当たりました。R の桜庭、PR のコマノイ当たりましたが、まあまだ SR 見ておりません。まあ両方とも限定キャラ当たってるからね。限定キャラの、しかもね、欲しい限定キャラ2体が当たっておりますので、ここで出そう。ここで出してこその無課金アカウント。いきます。さあ。来い。いきます。安定。
みゆちゃん、おお、りつ、つばき、全員女って言おうと思ったけど、りつは男の子でした。まあ、引きは悪く、メンバー的には悪くはなかったな、最後はね。悪くはなかったけど、これじゃなかったね。はい、では、解放の方を進めていきたいと思います。じゃあ、まずは、みせく、あ、つばきちゃん。つばきちゃんって今何体いたっけ？いるよね、なんやかんや。なんやかんや、全部食わせまーす。はい、つばき行ってきまーす。3解放。1、2の、あ、残念。2解放でしたね。で、SR39 になりましたと。さあ、続きまして、みせくんどこにいる？あ、こいつも柴原まで行った。PR いたよ、確か。いた。はい。行きまーす。1解放。はい、残念。で、みせくんが、あれ？みせくんっていなかったっけ？あれ？リベキャラ強化、入手順、あ、いた。はい、みせくん行きまーす。さあ、ワンチャン解放してください。ちょっと溜まってましたね。はい、行きます。さあ、5% 3枚、0.5% 1枚。ワンチャン、50、誕生。はい、残念。まあ、これはね、これはしょうがない。これはしょうがないです。で、次もまた50チャレンジです。50チャレンジ行かせていただきますね。あ、ごめんなさい。次はみゆちゃんだ。次はみゆ。とりあえずみゆ。あ、みゆ。待てよ。みゆこれ PR でいいじゃん。PR でいいじゃん。意外と PR 持ってました。SR はもう混ぜません。混ぜずに。みゆちゃんはね、ちょっと置いといた方がいいと思うんですよね。レムリア水産高校多分今日来るんですよ。で、そこで、ミユの別番は多分来ると思うんですよね。ミユと、何か、エヴァなのか、魚なのか分かんないけど、その辺で多分、ね、来ると思ってますので、ミユは置いときます。SR は置いときます。BSR だった時に解放させたいんです。おっと？おっとおっと？マジで言ってる？あれ？マジ？1枚ぐらい、来い。はい、このまま置いときます。このまま置いときましょう。もうしょうがない。このまま置いておきます。で、次は、ギガント学園コーデ使う率。率いきます。1枚ずついこうか。1枚ずついきます。さあ、さっきね、ちょっと、解放が進みませんでした。なので、ここで、率50。PSR50。誕生ならず。もう一丁。有能の PSR50 誕生。した。あざす。なんとか率が PSR50 になりましたね。ということで、うん。まあ、これはあとは SR ミキサーやって終わりましょう。あとは SR ミキサーやって終わっちゃいます。はい、で、まあ、こうかな。で、もう一体ぐらいと思ったけど、ミュウちゃんは使いたくないから、適当に。はい、ケイ君でも言っておきましょう。はい、では、ちょっと待って、ケイ君は一応置いとこう。まあ、別バージョン来る可能性はあるからね。まあ、この辺はないわ。はい、では、行きたいと思います。行きましょう。さあ、ラストです。これがラスト。今回はミキサー1回だけです。もう、数的に少なかった。さあ、桜葉来てください。まあ、収穫あったよ。確かに。確かに、率の収穫あった。でも、俺は強欲です。行きましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなという方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつめたー。